今回のテーマは秋葉原のお店で大量の真空管を見てきましたという内容でお送りしたいと思います。真空管アンプの自作にハマった当初の頃はオーディオとそれから電子部品の聖地秋葉原に少なくとも2週間に1度ぐらいは訪れていました。その後ですね、秋葉原も様変わりしまして、真空管アンプの部品類を入手するのはネットの方がしやすいという状況になりまして、少し足が遠のいていました。まあ、とはいえですね、今でも数店舗残ります部品店、それからオーディオ関連のショップ、これらに行きますとネットでは得られない新たな発見などがありまして、時々は足を運びたいというふうに考えております。またですね、秋葉原に関しましては、まあご存知の通り入れ替わりが激しいということがありまして、今どのような店があるのかということをチェックするというのも有意義ではないかというふうに考えております。それでは本編開始します。まずサマリーです。1、趣味のオーディオと真空管アンプ。2、久々に訪問した真空管メガストアのクラシックコンポーネンツ。ウクライナ戦争下、最近の真空管事情。4、出力トランスのエイコ清水。5、おまけ、電圧増幅管のブランドを勝手に評価。6、まとめ、という内容でお送りしたいと思います。次のページ。1、趣味のオーディオと真空管アンプ。まずですね、歴史的なことを少しお話ししたいと思いますが、70年代の初め頃なんですけれども、オーディオアンプにとどまらず、電子機器全般が、デバイスがですね、真空管からトランジスタに置き換えられました。ほぼほぼ一般の家電製品としましては、真空管関係の製品はこの辺で消えてしまったという時代であります。1990年代になりまして、もういよいよですね、真空管っていうのはもう昔のデバイスというイメージが強まりまして、真空管のオーディオアンプ、これはもう絶滅危惧種というぐらい衰退しておりました。でその後ですね、盛り返してきたんですが、この絶滅を免れた2つの要因っていうのがありまして、1つはですね、ギターアンプ、このエレクトリックギターのギターアンプにもともと真空管っていうのは使われておりまして、いわゆるエレキギターの独特の歪み、これをですね出すのが真空管の歪みを増幅していくという仕組みだったがために、その後もですね、トップミュージシャンにとってはこの元のデバイスである真空管を使ったギターアンプ、これが手放せないということがありまして、需要があったということで、真空管が、まあ、西側諸国はもう製造をやめていたんですが、東ヨーロッパや中国、旧共産圏に関しては需要があるんなら製造を続けようじゃないかということで製造が続けられたというのが一つ。もう一つはですね、インターネット、まあインターネットの直前にはパソコン通信というものもあって、まあこれも含めて電子掲示板みたいなものが、まあ今でいう SNS なんですけれども、これが生まれまして、一部の真空管愛好家っていうのは全国に点在していたと。近所に同じ仲間はいないという孤独な状況だったのが、全国の仲間がこれによってつながりまして、いろんな情報交換、意見交換、こんなアンプ作ったよと、こんなこと考えたよと、まあ少数派であったがゆえにですね、このまとまりが非常に活性化しまして、真空管アンプの世界というのが消えずに若干盛り上がっていったという2つの要因が考えられると思います。で続きまして、3つのキーパーツとその供給ということなんですが、これがですね、まあ一時あの絶滅危惧種ということになったということに加えて、ギターアンプとオーディオアンプ以外の製品が、真空管がまあほとんど使われなくなったということもありましてですね、関連パーツがですね非常に供給が減ったというようなことがあります。真空管アンプの3つのキーパーツっていうのは、トランス、特に出力トランスですね、これに加えてチョークトランスと電源トランスで、このトランスっていうのが1つ、それから次にコンデンサー、コンデンサーもですね、高電圧に対応するコンデンサーが必要となりますので、こういうコンデンサー、それからもう一つが真空管そのものであると思うんですけれども、この辺がですね、少なくとも大量生産しても消化できないということで、一部少量生産が続いたりもしたんですが、次々にあそこのトランスがもう製造するのやめたよと、このコンデンサーが入手できなくなっちゃったよというような話がですね、ひっきりなしに来るような状況になりまして、新しくアンプを組もうと思っても、なかなか思ったような部品の選択肢がないという状況が一時ありました。これはまあ今でも完全に解消されたとは言い切れないんですけれども、ネットを通じましていろんな部品が入るようになりましたので、多少は緩和されてきているというふうに考えております。次のページに、
久々に訪問した真空管メガストアのクラシックコンポーネンツで、冒頭に申し上げましたように、以前ほどではないけれども、まあ秋葉原にはたまに行きたいよねというふうに思っていたんですが、コロナ禍その他もろもろありまして、振り返って考えますと、今回ですね、秋葉原に行ったのが丸2年ぶりだったということで、まあその間本格的な訪問ということではなくて行ったことはあるんですけれども、オーディオショップや部品ショップを主たる目的で訪れたのが丸2年ぶりになりました。で、今回ご紹介しますクラシックコンポーネンツというのは、以前から私のサイトの方に部品購入元ということでリンクも貼ってある有名店なんですけれども、以前はですね、秋葉原電気街の中心部にあったんですけれども、2度の移転をしまして、今回訪れましたのは秋葉原からちょっと外れたあたりと、若干上の寄りに外れたあたりというようなところに移転しておりました。で、店舗に入りますと、店舗内はですね、以前と変わらず真空管ショップとしてはちょっとしたコンビニぐらいの広さのあるところで、平台で真空管が置かれているというような店でして、真空管ストアとしては世界一ではないかというふうに、まあ、私も海外の真空管ショップいくつか訪れたことがあるんですが、これほどの規模の店は未だに見たことも聞いたこともありません。こちらでですね、店の中の写真を少しご紹介していきたいんですけれども、こんな感じになっておりまして、非常に在庫の数が多いと、その場で手に取って値段を確かめたり、ブランドを確認したりするということができると。まあ、当然これはですね、全部新品、いわゆるヴィンテージ管に関しましては、ニューオールドストックと言うんですけれども、かつて生産されたものの使用はされていないという新品の在庫であります。で、現行管に加えまして、ヴィンテージ管の品数、これが非常に多いと。品数が多いというのも、まあ種類も多いということもありまして、非常に多いということなんですが、私も2年ぶりだったということもありつつ、少々まあやっぱり値上がりしていたかと。あとで具体的に申し上げますけれども、以前からやってるような人間からしますと、あ、こんなに高くなっちゃったのねというような印象はありました。ちなみにですね、こちらの店舗は月刊の技術誌の MJ 無線と実験、こちらが隔月間になったんですかね、以前は毎月刊行されていたんですけれども、こちらにですね、1ページいつも広告を出しておりまして、まあ、サイトの方にも表示されるんですけれども、主な在庫のですね、価格表っていうのが表示されます。以前ですね、シンガポールの真空管ショップに行った時にですね、その MJ 無線と実験が置いてありまして、値段はこれを参考に決めるんだよということで、クラシックコンポーネンツの広告を見せていただきました。広告自体は見慣れた広告だったんですけれども、まあという具合に世界のヴィンテージ感のプライスリーダーということではないかというふうに思ったりいたします。で、続きましてですね、やはりこういう広さ、この平台に展示してある在庫の豊富さ、それから真空管のみならず、トランスやコンデンサーや抵抗、それから重要なのがソケットですね。あとはキットや完成品なんかも販売しているようなんですけれども、真空管アンプに興味のある方、自作される方、これはですね、まあ地方にお住まいの方であっても、東京に来た際はぜひ一度訪れていただきたいというふうに考えております。展示していますのは、まあ、オーディオ専門ということではありませんので、真空管全般ということで、まあ、オーディオ管以外にもいろんな真空管がオーディオのアンプに応用されるという状況であるんですが、まずオーディオ管ですね、真空管アンプにもともと狙いをつけて作ったようなオーディオ管、それからですね、テレビ管、まあ、以前はですね、テレビも中の回路はほぼほぼ真空管でできていたということでテレビ管、それから送信管、まあ、無線なんかに使います送信管、それから通速管といいまして、通信や測定用に使う通速管、それから電算管、電算管というのは電子計算機、つまり今でいう PC コンピューターなんですけれども、まあ、驚くべきことにトランジスタが普及する前はコンピューターは真空管で作られていたという時代もありまして、その頃の設計製造された真空管が電算管と、それからラジオ管、まあ、それからその他もろもろということで、こちらの店に置いてありますのも、私が知っているようなオーディオ管やオーディオアンプに使うような真空管以外にも非常に豊富な種類があると。だいたいポピュラーで頭に入っている以外の種類も、もともと真空管って非常に多いと、そういういろんな真空管がこちらの店では在庫として販売されていると。現在作られております旧共産圏諸国の真空管もあれば、60年代以前に作られたヴィンテージ管もいろいろ置かれているという店であります。次のページ3、ウクライナ戦争下最近の真空管事情と
ということで、まずですね、これまでの経緯を申し上げますと、真空管自体はですね、一般電子機器がトランジスタに置き換えられたという時代で、西側諸国がほぼほぼ生産が終了いたしました。そうしますと、続いて製造国っていうのが旧東側のみと、具体的に申し上げますと、ロシア、それから中国、それからチェコ、スロバキア、ユーゴスラビア。チェコとスロバキアはもともとチェコスロバキアと同じ国だったりしまして、東ドイツの製造装置を持ってきて、その後、国も2つに分かれたんですが、製造を続けたというところがありまして、ユーゴスラビアにつきましては、ユーゴスラビアが分裂した時の戦争がありまして、この時の空爆で工場がやられてしまいまして、その後生産は再開されていないというふうに聞いております。そういう旧東側諸国で生産されているんですが、西側でもですね、先ほど申し上げましたギターアンプ含めオーディオアンプでもある程度需要がありましたので、西側のですね、商社関係が、こういう国、こういう工場と提携しまして、いろいろ参画しまして、供給が増えれば増産したり、それから高級品を製造したり、それから新規の規格の真空管を開発して販売したりというような西側資本も入って、だんだんまた儲かるよねという状況になってきたということではないかと考えております。その後最近になりましてですね、日本の高槻電機が新たに 300B というのを新規に製造を始めたという状況があったり、アメリカももともとのウエスタンエレクトリックの 300B、真空管の中で一番需要がある、人気がある、高槻も 300B、ウエスタンエレクトリックにつきましてはオリジナルということで、復刻生産をまた最近して、去年おととしぐらいからですね、一般に入手できるようになったという状況があります。で、続きましてですね、この現状なんですけれども、日本アメリカも、一部 300B を製造再開したという状況はありつつも、メインのですね、供給元である、その中の中国、ロシアっていうのは2大供給元であるんですけれども、そのロシアがウクライナ戦争の経済制裁、これがありまして、現状入らなくなっているという状況であります。こういうこともありまして、今価格は高騰しているのではないかというふうに思うんですけれども、これがなくてもですね、真空管、特にヴィンテージ管につきましては、これはある種ワインと同じで、消費はされども供給はないということで、年々上がっていくのはこれはもうしょうがないよねというふうに花から分かっておりまして、私が真空管アンプに興味を持った頃に、ベテランのマニアの方と話しますと、今もう真空管が値上がりしちゃって高くてなかなか買えないんだよねというようなことをお話ししておりまして、もうそれも結構20年以上前の話なんですが、今改めて私も同じような感覚を持っております。次のページ4、出力トランスの栄枯盛衰ということで、一つのキーパーツとしての出力トランスなんですが、こちらのクラシックコンポーネンツさんも出力トランスっていうのは需要がありますので力を入れてきたんですが、こちらで他の店ではなかなか入手できないですね、カナダ製のハモンド、ハモンドっていうのはハモンドオルガンのハモンドだと思うんですけれども、こちらのトランスを売っていたんですけれども、これもですね、輸入を終了したということで、お話を聞きますと、製造を終了したわけではなくて、輸入自体がなかなか大変なので、もう店で売るのは入手しやすい橋本に変えたよというような話をされておられました。話を元に戻しますと、真空管アンプのですね、音質を一番大きく左右するのが出力トランスではないかという説があるくらい、真空管以上に出力トランスじゃないかという説なんですけれども、これは重要なキーパーツなんですが、で、価格もなかなか安くないというもので、もともと私が自作した頃の往年のですね、自作マニアにとっての出力トランスのブランドイメージといいますか、どういうものが選択肢としてあったかということで、大体高級な順に申し上げますと、まずタムラと、タムラ製作所っていうのはもともとですね、 NHK に出力トランスを供給したというぐらい、放送規格ということでかなりレベルの高いメーカーなんですけれども、その次にですね、山水、今元の山水電機っていうのはなくなってしまいましたが、山水ですね、それからラックス、ラックスもしくはラックスマンということで、
今も健在なメーカーなんですが、かつてはこのラックスのトランスっていうのが一般的に販売されていたようなんですが、その後はですね、トランスのみを販売するということはなくなりまして、ラックス製のアンプごと買うか、もしくは補修部品としてしか入手できないようになっているんですが、以前はこのラックスというののトランスが入手できたようです。で、続いてタンゴ、それから野口、まあタンゴまではですね、私が始めた時代まではみんな高級な出力トランス、まあ超高級ではなくても、まあ高級と、ラインナップによってはかなりアモルファスとかですね、結構希少金属を使った高いものもあるんですけれども、ラインナップの中間価格帯を見ますと、まあそれぞれちゃんとしたオーディオクオリティの性能価格だよねというイメージなんですけれども、若干そこからですねリーズナブルな世界になりまして、野口トランスというのがありまして、こちらはですね電気的な規格はタンゴなんかに近いんですけれども、価格を少しリーズナブルにしていて、まあ、オーディオアンプとしては、まあ、ちょっと安めに組むという時に、タンゴは高いからじゃあ今度は野口にしようかなと、まあ、いうような位置づけでありました。まあ、野口よりもさらに安い価格帯ということで春日と、こちらはまあ最近まで秋葉原に店があって私もしょっちゅう訪れていたんですが、まあ、オーディオアンプというのに使える出力トランスとして非常にリーズナブルという製品を製造販売しておりました。で、最後に東映トランスというのが秋葉原のですね、あのいわゆるガード下の電気街というようなところにあるんですけども、こちらはもともとオーディオ用のトランスということではなくて、汎用トランスを全般的に販売しているという会社でして、汎用トランスでオーディオアンプを組んでみようというような時に重宝すると、汎用トランスですので当然価格はそれなりですし、音質をメインに設計製造されたものではないんですけれども、そういうトランスが入手できる、まあ、いうような、まあ、高級な順から申し上げますと、往年はそういうイメージがあったということなんですが、じゃあ昨今どうなのかということで申し上げますと、田村山水丹後というのには変化はありませんで、ね、ただしですね、山水がもう橋本電機ということで会社自体が変わりまして、もともと山水のトランスを作っていた橋本電機という会社が今もう自社の名前で橋本というトランスで出しておりまして、一般的によく使われる自作アンプ用のトランスとしてはちょっと高級めというような位置づけで、まあ山水とはあまり変わってないと。で、その次タンゴ、タンゴもですね、会社自体は元の会社とは変わって一度製造終了したんですけども、そこに働いていた従業員が中心になって新たに会社を立ち上げて供給再開したというようなことはありますが、まあ、製品自体はタンゴとして今も残っております。で、続いてですね、先ほどご説明しました野口トランス、こちらがですね経営者が変わりまして、今名前もですねゼネラルトランスというふうに名前が変わっています。で、型番自体はですね、その野口トランスの型番を引き継いでいるんですが、中のクオリティはかなりオーディオ寄りに寄せて性能を向上させてきたということがありまして、今ゼネラルトランスに関しましては、まあ、あまり単語と変わらないような性能で価格もそれなりになってきているという状況であります。で、その次の春日東映に関しては同様なんですが、春日に関しましては秋葉原から撤退したようで、今ネットで買うというのが現実的な選択肢であると思います。クラシックコンポーネンツのですね帰りに東映トランスも寄ってみて、そこのマスターと話もしてみたんですが、まあ、野口トランスがゼネラルトランスに代わってそういう方針の転換をしたよと、まあ、ただこれもなかなかゼネラルトランスの現在の経営者も非常に好感の持てる立派な方で、そういう理念を持って方針転換したんだよというような話とか、いろいろな細かい話を聞かせていただきました。東映トランスに関しましては、オーディオ用の需要もあるということで、汎用トランス以外にも、オーディオアンプそのもの、それからキットなども販売しておりまして、最近の状況っていうのはそんな感じなんですが、最近はですね、ネットで部品を購入しやすくなったということもありまして、これらのメーカー以外の部品も少なくとも国内で販売しているものに関しては比較的入手の道が開けているという状況であるかと思います。まあそういう中で、先ほども申し上げましたクラシックコンポーネンツさんがですね、ハモンドの扱いを終了させたと、まあ、在庫品限りであるということは、まあ、選択肢が一つ減ったということで若干残念だというふうに考えております。次のページ5、おまけ、電圧増幅管のブランドを勝手に評価ということで、若干話が変わってくるんですが、
が、クラシックコンポーネンツさんにもいろいろ豊富な在庫があったんですけれども、真空管アンプで使われます出力管の前のですね、電圧増幅管ですね、小さい方、小さくないものもありますが、こちらに関しましてよく使われるアンプのイメージということで、この過去動画でですね、空気録音で比較してみたと、私が手持ちなものを簡易に比較してみたというような動画も上げているんですが、じゃあ自作マニアにとってのブランドイメージはどうなんだということで、これはもう私個人のブランドイメージということになるんですが、まず最高級なのがウエスタンエレクトリックと、ウエスタンエレクトリックのですね、出力管じゃなくてこの前段管、電圧増幅管、こちらを使ってもですね、ウエスタンエレクトリックの真空管を一つ入れただけで、全体がウエスタンエレクトリックよりの、魅力的な音になるよねというふうにもマニアの間で言われるくらい、電圧増幅管についてもウエスタンエレクトリックが、私自身は最高峰なんではないかというふうなブランドイメージがあります。ただウエスタンエレクトリックに関してはピン配列や規格が若干独特なので、これを使おうとすると簡単な差し替えではなくて、回路自体若干変えなきゃいけないということもありまして、ちょっと敷居が高いというイメージがあります。で、続いてですね、ある意味ウエスタンエレクトリックとは傾向が違って、これも最高峰の一つではないかというふうに思うんですけれども、ヨーロッパのもともと高級な真空管として有名なテレフンケンと、それからマラードと、マラードというのかムラードというのか、ちょっとこの正確な読み方がどっちなのか未だにわからないんですけれども、このテレフンケンとマラードに関しましては若干別格と、以前からもう値段もかなり高いと、入手もなかなか大変というようなものでありまして、このヨーロッパのですね、この2つのブランド、これに関しましては、もともと性能自体が非常にオーディオによっていて低歪みであるというような電気的な背景もありつつ、じゃあ実際どうなんだということで、かつてですね、一度だけ借りて使ったことがあるんですが、もうこれ明らかに違うというような違いを感じたことがありまして、具体的には弦楽器の倍音のノリがですね、もう全然いいというようなことを感じたことがあるくらい、非常に高級な管ということで、その次がヨーロッパ管でもですね、ものによってはすごくいいと、で、ものによっては普通かなというようなブランドのイメージとしまして、アンペレックス、それから RCA というのがあります。で、それと同等か、若干上か下かというのが国産の東芝と松下、これに関してはさすが国産というぐらい、品質が安定しているということで、いろんな選別管もあるんですが、選別管じゃないものを使ってもなかなか過去満足度が高いというふうなブランドイメージを持っております。で、その下のクラスがアメリカ、ヨーロッパ製の真空管大量生産時代に作られたもので、よく出回っているのがアメリカの GE、 それからオランダのフィリップスとかですね、これメーカーはいろいろあるんですが、プリントされたメーカー自体もいろいろあるんですが、中身が一緒だったり、あるいはお互いに OEM で供給し合ったり、大量生産時代ですので、そういう背景がありまして、フィリップスと書いてあっても実際これどこのメーカーが作ったのというようなことはいろいろあったりとかですね、そういう製品群なんですが、これももう今ではですね、ヴィンテージ感としてかなり高級な真空感というイメージになりつつあるようなんですけれども、かつてはですね、私もクラシックコンポーネンツさんなんかに行って、欲しいなというものがなかったら、この辺のですね、ものが比較的1000円2000円で安かったので、お土産代わりに買っていくというようなことがしばしばありました。で、その次がですね、若干これはあまり使ったことがないということもありまして、私の中での評価が低いんですが、先ほど東芝松下というふうな話を申し上げましたが、その他の国産メーカーですね、日立ですとか NEC とかそういうのがあるんですが、その辺の国産のその他、これは入手自体が難しいので、指名して買おうとすると多分逆に高くなるじゃないかと思うんですが、ちょっと性能自体が私も未評価な部分があり、ブランドイメージとしてはあまり高くないと。で、最後にヴィンテージ管じゃなくて現行管という世界で、現行管の中でもロシアとか東ヨーロッパ製、これは比較的良いものもあったりして、ヴィンテージ管が手に入らない時はロシア管がいいよねと、あるいはチェコとかそういうのがいいよねというようなブランドイメージなんですけれども、最後に中国製と。
中国もですね、オーディオ向けに選別したりですね、高級なものを作ったり、ものによっては最近評価も高かったりするんですけれども、全般的な私も含めてマニアの世界では一番安いし、性能というか音質もそれなりなのが中国だよねというようなイメージがあります。出力感に関してはまた、同じ傾向なんですけども、若干高級品なんかもかなり精力的に作っておりますので評価も変わってくるかと思います。で、今、選別感という話も申し上げましたが、現行感、ロシア、東ヨーロッパ、中国に関しては先ほどもご説明しましたように、西側の商社、こちらも参画しておりますので、そういう商社も含めてですね、選別品というものがあって、一つのブランドの中でも性能はいろいろ変わってくるという状況があるかと思います。次のページ6、まとめで、今回秋葉原に久々に行ってみたよというお話だったんですが、皆さんもご存知の通り、秋葉原という街自体がですね、非常に時代を反映していて、栄枯盛衰が激しい世界と。オーディオ一つ取ってみてもですね、オーディオブームの頃は、私はその当時は地方の中学生でしたので秋葉原に行くことはなかったんですけれども、非常にオーディオショップっていうのがメインな通りにいくつもあったという話も聞きますし、その前の時代はですね、秋葉原の隣の淡路町にかけてですね、非常にパーツショップが多かったというような話も聞いたことがあります。で、私が真空管アンプですとかオーディオに本格的に興味を持ってですね、時々秋葉原に行くようになった頃は、メインの通りはほぼほぼパソコンショップ、ドスV通りみたいなのができたりですね、パソコンショップが多かったというような時代でして、で、途中からですね、萌えカフェみたいな、メイド喫茶みたいなものがパラパラでき始めて、そのうちフィギュアを扱う店、コミック関係の店、ゲーム関係の店っていうのが前面に出てきて、今に至るというような非常に栄枯盛衰の激しい店で、オーディオ関連、それからオーディオ関連の部品関連、そういう店に関しても非常に出入りが激しいというイメージがあります。で、続きましてですね、先ほども申し上げましたが、非常にですね、年々希少化していると。で、最近中にはヴィンテージ感のブランド名を商社とかが買ってですね、それからロシアの工場なんかに委託して復刻生産していると。いうようなものもあったり、アメリカではウエスタンが本格的な復刻生産をしたり、ヴィンテージ感と思いきや最近のものというものもあったりするんですけれども、どうしても70年代頃に製造終了したヴィンテージ感に関しては年々希少化していて、以前は大量生産品で安物というイメージがあったものでも、今入手しよう、買おうとすると結構な値段になっているというようなことが、今回改めてですね、クラシックコンポーネンツさんに久々にお邪魔して分かった次第であります。今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。